はい、皆さんこんにちは、ガクアルのやすです。森田です。石賀です。はい、ということで本日はですね、以前開催しましたガクアルフェスタ2021夏高校生ダンスコンテスト動画審査の授賞式の様子のお届けの動画になります。だいぶね、お待たせしちゃいましたよね。そうでしたね。当初もともと7月開催の予定が、まあなかなかちょっと現地開催、会場での開催が難しくて動画審査に動かして、ただその動画審査もちょっと難しくて延期になってっていうことで、結局全てが終わったのが11月の中旬頃。そう、審査を行って、はい、そこから、各高校を回り始めたに、表彰式。だけど受賞式もコロナの影響で、そうですね、伸びて3月に終了しました。本当だからもう年間やってたみたいですね。半年かけてやったって感じだよ。こんなことないよね。そうですね。で、本当にもう参加者の皆さんにもいろいろご迷惑をおかけして、本当に申し訳なかったんですけれども。ありがとうございました。はい。ただね、無事、授賞式も全校終わりましたので、まあ、授賞式の様子もちょっと振り返りながら、話していけたらいいなと。じゃあ、早速なんですけど、優勝の北中からいきましょうか。うん、そうですね。はい。はい、優勝がノーバス。はい。審査員特別賞が、北中グスク高校ルージュスケールズ、はい、IDA 特別賞も北中グスク高校のバスが入ってますので、はい、トリプル受賞、3賞すごいですね。3賞本当にすごかったです。おめでとうございます。北中って言ったら結構ガクアルフェスタのダンス大会、うん、一番多く勝ってるのかな、今まで通算で ね、 そうですね、5回ぐらい優勝してるのかな、うん、で3連続っていうのもありますね。ありましたね、優勝ね。ちょっと強豪みたいなイメージありますよね。だからなんか受賞式行う場所あるじゃん、はい、いつもの場所っていう感じで、あ、そうですね、確認の場所で、そうですね、うん、実際にみんなが揃ってくれて受賞式を行いましたね。みんなすごい喜んでくれ、喜んでくれましたね。いや、嬉しかったです。優勝したぞー、イエーイ。それじゃあ後ろの後輩たち連覇頑張ってね。はい、頑張って、頑張って、頑張って。審査員特別賞取りました。イエーイ。来年も頑張ります。いつも優勝チームはT シャツの制作権利があるので、そこの打ち合わせも一緒にしながら、そうね、ラボのコーチさんも来てくれて、はい、はい、ワイワイしながら近々お届け予定ですので、楽しみにしていただければなと思います。はい、次行ってみよう。はい、ユノワン高校ジェネシスですね。準優勝です。はい、おめでとうございます。ジェネシスは比較的早めに受けたのかな。そうですね、確か早かったよ、うん、なんだ、もうもはやね、あんまり感じないって言ったから。そう、それが本当に、ね、ちょっとうる覚えになってきても、他のイベント の、 表彰でも行ったりするから、はいはい、これは軽音、これはダンスって分からなくなる時があるね。確かに。ただギノワンで覚えてるのはジェネシスは、なんか何人 か、 なんか役割があって来れないかもって言ってたんですけど、滑り込みでギリギリ来てくれて、無事、そうだね、無事全員受賞式ができたっていう。あそこなんだっけ、科学室、そうですね、地学教室ですかね。かな、はい、間違えてたらごめんなさい。はい、そのところでね、やらせてもらいましたね。来ました。みんなじゃあ揃って喜んでくれたから、はい、喜んでもらいました。よかったです、はい。続きまして第3位、首里高校のフレームですね。はい、フレーム、首里高校は本当に遅れちゃったんですよね。前の動画の期間が長引いたりとか、コロナの影響を一番受けてる学校さんだったと思います。でもすごい本当にみんなで迎えてくれて、いつも染色デザイン科のピロティのところで授賞式やるんだけど、今回他の部活の子たちも周りにいてて、ですごいみんなこうやってやってくれるのか、いいですね。毎回ガルが特賞歌をさ、スピーカーで、スピーカーで流すじゃん。ほな周りがこうちゃんと手拍子、そう、手拍子してくれて、優しい、いや、それいいですね。学校で授賞式やる会がありますね。そう、賑やかに開催できました。あ、よかったです。すごい喜んでくれてね、よかったですね。夏の学校の皆さん、どうぞ。じゃあ続いては学校特別賞の知念高校イブの皆さんと、うん、はい、以上特別賞、これも知念高校のチコの皆さん、チコですね、知念高校さんですね、ダブル受賞、そう、おめでとうございます。
初めてダブルでしょ、はい、こちらもね、にぎやかに開催させてもらいました。はい、はい、続きまして奨励賞、那覇西高校のシャルムの皆さんですね、はい、はい、おめでとうございました。いつもね、那覇西高校は表彰行った時元気に迎えてくれるというので、うん、そうそうそう、本当にいつもありがとうございます。本当にありがとうございます。続きましてこちらも奨励賞を受賞した嘉手納高校ハーディーノバの皆さんですね、おめでとうございました。ハディノバもすごい元気でしたね。元気だったね、本当に。授賞式ももちろんですけど、終わった後も、終わった後すごかったね、はい、お見送りしてくれて、わざわざ降りて、最近でも嘉手納高校のダンス部行くとさ、英語の先生あーついてくれますね、いつもついてくれてるじゃん、はいはいはい、もうなんか最近顔見知りになっちゃってわかります、わかります。出会い高校と嘉手納高校をいくつかやられてて、やられてるんです、はい、英語の先生だからな。そう、そうです、そうです。でダンス部でも担当してるみたいですよ、いつもありがとうございます。はい、お会いするの楽しみにしてます。はい、で続きましてここからは特別賞になりますね。和語特別賞と、はい、シーバー特別賞を受賞した小田高校の KZDC と、うん、小田高校のファルファーラの皆、はい、おめでとうございます。これもダブル受賞、ダブル受賞、ダブル受賞、押していきたいですね、これ押していきたい、ケイゼット DC はチームランクめっちゃかっこよかったです。かっこよかったね。ラボ賞ってラボさんって T シャツ作ってくれるところなんだけど、はい、チームフラッグを作ることになってかっこよかったよね。コザって感じがするよね、はいはいはい、だから引き続き使ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。で西原高校のアミューズの皆さんですね、うん、はい、ここも授賞式ちょっと遅くなっちゃったんですね。遅くなって、なかなかみんな揃うのが難しくて、しかしかった、はい、でもね、受け取っていただいたので、はい、終了しました。ありがとうございます。ありがとうございます。スプレーをたくさん使ってください。そうですね、はい、スプレーだったかどうかがあれ、ムースじゃないですか、ムースですか、違う、違う、あ、クリームでした、あ、ハンドクリーム、ハンドクリームなんか、なんかいろいろ、いろんなね、うん、美容グッズが入ってましたね、はい、ハンドクリームを皆さん使ってください、はい、使ってください、はい、以上で一応全部の、あ、はい、以上です。全部で何校行ったの？高校数で行くと8校行きました。あ、すごいですね、はい、ダンスだから、ダンスだけで走ってますよね、うん、そうだね、そうだね確かに、まあ、検温とか他のも足したら一体何校行ってるのかは言ってるから本当にトロフィー屋さんかっていうトロフィーをいや、そういったらお疲れ様ですって言われますもんね、なんか多分違う業者と思われてるから沖縄でトロフィーを発注する数、もしかしたら結構上位に行ってくるかもしれないですね。確かに、これでも、ダメだ、ゴルフ場とか、あー、そっか、年間ずっとなんですね、そうですね、それには勝とうゴルフ場だめちゃくちゃ作らないといけないやつ、やばいよ、まあでも皆さん本当に毎回喜んでいただけて、ね、校長室案内してくれたりとか、いろいろ準備してくれたりもあるので、本当にいつもありがたい、ありがとうございます。みんなが喜んでるのが本当に私たち嬉しいので、うんうんうん、そうですね、はい、なんかコロナになってからこう表彰式を当日できなくなって、うんうん、お届けに行くっていうスタイルになって、大変なんじゃないのってよく言われたりするんですけど、その分なんか元気をもらってるような、そうですね、あそこでなんかやっと終わったって感じがします。そうですね、軽く喜んでもらって、ね、まあ終了みたいな、それよくわかるなので、ね、いつも元気もらってます。頑張っていきましょう、はい、はいはい、ということで今日の動画は以上となります。皆さん今回も動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、感想コメントお待ちしております。次はあなたの高校へ表彰行くぜ、イエーイ、かっこいいですね急にそうなる、はい、ということで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねバイバイ。